こんにちは、村上です。今回は iMovie で作った動画の削除の方法と保存の方法、それから書き出す方法についてお話ししていきます。今まで作った動画や素材を残していると容量が増えて重くなってしまうと思います。そこでいらなくなった動画を削除していきたいと思います。まずはじめにイベントライブラリから削除したい動画を選択して右クリックを押します。するとゴミ箱に入れるという文字が出てきます。ちなみにこの右にも書いてますが、ショートカットキーはコマンドプラスデリートキーですね。これを押せばイベントから動画が削除されます。シンプルに使うためにも動画が溜まってきたら少しずつ消していってください。続いて動画の保存についてです。動画の保存について疑問に思う方もいるかもしれませんが、作った動画を保存する必要はありません。 iMovie で作成した動画は全て自動で保存されているので、ファイルを探しても保存というのはありません。それでは続いて作成した動画を書き出す場合です。本格的に動画を作るのはこれからでしょうが、一応前回までお話しした内容でも動画ができるので、先に書き出しと共有のやり方についてお話ししておきます。 iMovie で動画を書き出したい場合、ファイルから共有というボタンを押すか、画面一番右上にある共有ボタンを押します。するとどうやってファイルを共有するかを選択できます。YouTube や Facebook、Vimeo で共有する場合はアカウントの認証を行って規約に同意してから共有します。しかし大抵の場合はファイルを選択すると映像ファイルが出来上がりますので、今回もこれを選択します。ファイルの場合は Mac に搭載されている QuickTime プレイヤーで書き出しが行われます。ファイルを選ぶとこのようにいろいろと出力する情報を記入していきます。下のフォーマットではビデオとオーディオ、つまり普通のビデオかオーディオのみを出力するかを決めていくことができます。その下の解像度は映像の解像度を決めていきます。しかしあまり解像度を上げてしまうとものすごく容量が大きくなり、動画を読み込むのにもかなり時間がかかりますので、予想ファイルサイズを見ながら決めていきましょう。同じく下の品質も動画の品質によってファイルのサイズが変わってきます。その下の圧縮は動画を書き出すときに品質を保ちたいなら品質優先、早く書き出してほしいなら高速を選びます。ちなみに私の場合は1分の動画あたり 1GB 前後、品質優先で書き出すことを目安にしています。なのでぜひとも参考にしてみてください。ということで今回の動画も以上です。ではお待ちかねのアクションステップの時間です。アクションステップ1、イベントの中にあるいらない動画を削除して整理してみてください。アクションステップ2、動画の簡単な編集をしたら実際に書き出しを行ってください。はい、それでは今回は以上です。ちなみに DVD に焼きたいという場合ですが、 DVD バナーなどの別のソフトが必要になりますが、どのみちクイックタイムなどでも書き出す必要があるようです。なので今回の書き出しで一応ファイルとして書き出すことをしておくと良いですね。参考にしてみてください。ということで今回の動画も以上です。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。いつか会える日を。